P 信仰、P 信仰とは、主に、大族が信仰するアニミズム、精霊信仰のことである。バラモン教、仏教などの外来宗教の伝来以前から、大族全般に存在したとされる信仰の形態であり、現在でも、外来宗教の影響を受けながらも、大族の基礎の信仰として、根強く残っている。なお、P 信仰は、東南アジア北部や、 中国雲南省などに分布しているが、ここでは主に、大人による P 信仰を扱う。P とは、大醐において、精霊、妖怪、お化けの類を説明するために用いられる言葉である。P が一般的にどのようなものを指すかというのは人によって考えに相違があり、一定のイメージは存在しないであろうと言われている。しかし、大まかに分けて解説をすると、 バンコクなど都市部では、P について話すと、映画などで現れる資料がイメージされる場合が多い。なお、英語のゴーストや日本の霊、お化け、妖怪の類はタイ語ではこの語を用いて表現される。他方、農村部での P 信仰になると、日本でいう、霊、妖怪、小崎神々の総体として存在し、民間信仰の神々としてのイメージが現れてくる。 個人的性格があり、人々の生活を守護すると同時に、不敬な行いに対しては、たたることがある。一方で、自然霊、悪霊、浮遊霊のようなイメージもあり、日本の妖怪のような性格を持つ。実体のないものとして存在される場合もあるが、プラカノーンのメイナの悪などのように実体を伴っている場合もある。また、P の会話の中での用法には、死体、 死者を意味する言葉として用いることがある。仮想は、パオピーなどと表現される。また、ピーのように不可思議なもの、人を表現するためにもこの語を用いる。例えば、ピー分体は流星を表す。ピーの種類は人間へ善行をなすか、悪行をなすかによって大きく、悪行と善例に分かれる。これらすべてのピーを総称して、ピーサーンテワダーと称される。なお、 全行を成す P は、定和だ、初心、と、同一視される場合があり、一方で、採取されない例が、悪霊に変ずるとの見方もある。P の自然例、羊、守護範囲によっても分類ができる。それぞれの P の間には、階層があり、階層間移動も行われる。例えば、浮遊例は、例を見せることで祠らに採取されることがある。一方、国り守る例。 ピーイムアン、であっても、時と共になお忘れ去られ、採取されなくなってしまうこともある。英雄霊、守護霊、ピーチャオナアイ、の中には、霊によって階層があり、行為の霊は、荒ンとなるのを待っているとされる。階の霊は、憑依を行い、善行をなし階層を上がっていく。自然霊は、行為の霊は、神と同一視され、タムクワン儀霊などに呼び出される。 船競争の船のタムクワンの際には、樹齢、何枚が呼び出される。一方、貝の自然霊は多くのバリエーションを持つ。特に祀られない貝の霊は、悪霊、ピーラーイ、あるいはピーレーをと呼ばれ、そのほとんどが人間に対して害をなすものと考えられている。これら悪霊は出現の時間場所に設定のあるものがあり、日本の文化における妖怪の類に近い。 ガキ、ピーボープは、排泄物、水牛や人の草物を好み徘徊する。ピーは、様々な現象を説明するために用いられる。国、村、個人の生水、不幸、病気、天災などはピーに関わるものとして理解される。例えば村の守護霊への供物の不足は、守護の低下をもたらし、損害の悪霊を村の中に招き入れることになる。そのために、天災、 不幸な事故、悪役の流行をもたらすと考えられている。また家においても、その不運、病気の発生などは P に由来するものと考えられた。北タイの祖先霊は、家内での不は、不定を罰する役割を持つ。そのため、米倉の米の腐食、家内の病気などは、祖先霊の怒りとして理解される。植物が腐ったり、 人間などが病気になったりすることを、例が入る、ピー P を、と表現することもあるが、同類の悪霊と考えられている。特に病院にいても治らない病気は P によるものと考えられ、教育例や薬師による治療の対象とされる。悪夢も P の仕業と考えられている。馬、P アム、は、家の梁にぶら下がっており、北枕にして寝ていると胸の上に落ちてきて、呼吸を止める。 他にも、人の生死に関わる説明にも P は関わっている。人は、生まれる時に天井に住む名庭園、ポーーンと呼ばれる夫婦の霊が鋳型を使って、人間の子供を形取り、地上に下ろしているという信仰がある。この庭園は、人間の寿命の説明とも関連している。庭園に愛された幼児は天井に召し上げ、創生する。もうご飯のない幼児が、その長愛の印とされる。 うちは庭園を煩わせ、尻を叩かれた後だとされる。また長寿を願う尊庭園と呼ばれる儀礼があり、その際には庭園に供物を放げることで、寿命を延ばすことを願うのである。また、タイではかつて双子は、タイの年功序列の社会秩序を乱す縁起の悪い、ものとして嫌われた。そのため双子は P フェートと呼ばれることがある。P 信仰には、脅威儀礼があり、シャーマンは、 マーキー、ラーアンソンの方が一般的と呼ばれる。マーキーと表異霊との関係は主従関係。表異霊の方が主人であり、表異者は従者である。マーキーはその名前が意味するように表異霊に御される、馬である。マーキーは表異によって所持の託戦を受けることができる。また、儀礼の中には医療儀礼も含まれる。病気の判事、P 原因。 P と自然の原因、自然原因や薬、ゴフなどの処方を行う。その際に病院での近代治療、医薬を同時に用いることを進めることもある。表意儀礼は、チェンマイ等の都市部において都市民間カルトとして復興の動きがある。P は仏教と異なり属性利益をもたらす性質を持っているため、マーキーの行う託戦は株価の変動。 宝くじの番号を当てられるという俗心があり、相談に訪れる人が増えている。また、医療儀礼は、現代医療が見放した富士の難病を治すために、求められる場合がある。さらに、千枚県のワットドーイカムのプーセアーセ表意儀礼は、観光客が訪れることも多くなっており、表儀儀礼においても、現代社会の流れに対応しながら変化している、姿が見られる。 悪霊の中には人につくものがある。北、タイでは、ピーガ、東北タイでは、ピーボープ、と呼ばれる。北タイのピーガは、フクロウを媒介に悪霊が運ばれて、人につく。疲れた人は、正気を失い、親族を襲うとされている。ピーガが出た際には、儀礼を行い、長伏する。また、ピーガは家計につくとも言われており、つきもの筋、ピーガにつかれている家では毎年、 リアン・ピーガと呼ばれる、強王儀礼を行うことで最悪を取り除く。次に、村人が、一家丸ごと村から追い出してしまうこともあったため、今もなお、ピーガは、村の安部として語られることがはばかられる。東北隊のピーボップの序霊には、モータム、序霊師による、長伏儀礼が行われる。ピーは、呪術師、バラモンの使い魔として、使役されることもある。 例えば古代の工場戦の際には、呪術で P の軍団を消しかけ、防衛側の守護霊の力を弱めることも行われた。また、有名な使い魔としては、グマーントーン、キンエーマルがある。これは、クンチャーン、クンペーン物語に登場し、主人公クンペーンが刺激する。妊婦の腹を先取り出した男の胎児から作り出した人造の使い魔であり、強力な人通力を持ち、 無色透明、英治の姿をし、神号を介する。さらに北部隊にはピーモーヌンと呼ばれる霊がいるとされ、民間の占いに用いられる。糸にくくりつけた米団子の中にいるとされ、古式、鍋の上で揺らし、揺れ方の違いをこのピーからの託戦とみなす。さらに同様の占いの能力を持つ者にピー、ドアゲーウがあり、コップを利用して、コックリさんのような占いに用いる。 p に関連する重要な儀礼にはそれぞれ異なる。技能を持つ専門家が関わる。単倍や1970による東北帯の研究によると以下のように分類される。北部帯では採取者の呼び名、役割の異なるものがある。例えば、プラム、モゴタムは、供物、米を捧げるものを意味する。タンカーウ、もしくは、コンタンカーウと呼ばれ。 バラモン的な性格は弱くなる。日常的な P 儀礼は必ずしも専門的な知識を必要としない。代々伝わってきた様式、祈祷文によって祭祀を行う。例えば、他、畑の神、ジャオティの祭司はその土地を工作する普通の村民がただしいくつかの儀礼は祭取的各社の性別、年齢が決まっている。北部のボケ祖先例。 ピープーニャーの中心祭祀者は、基本的に一族の最高齢の女性でなければならない。守護令、ピーアハックには、男性が望ましいとされている。また、脱穀における稲魂、クアンカウの儀礼では、はじめの稲は、女性の手で脱穀されなければいけない。稲魂は、メイポーソップという女性の精霊であり、男性が脱穀すると怖がって稲魂が逃げて、 しまうと信じられているためである。仏教を P 信仰ともに相互に、儀礼の中で集合が行われている。P 信仰内の集合にのみに言及すると、儀礼中での教の度教、シャーマンの仏教戒律による修身などを挙げられる。また、P 自体の仏だので死としての位置づけが行われて、いたりもする。P プーセアセ、タ。また、 北タイの P 信仰の祭りを行う際に、コンタイカウと呼ばれる祭祀者、もしくは、在家集団のリーダーが5枚の盆のついた柱に、供物を置く儀礼を行うことが、あが、これは、天上のインドラ神、大地のタラニー母神、四法を守る四天皇、ターアウターアンシーに守護を願うものであり、仏教、バラモン教との関連がある。同様に、北タイの大きな祭りの際には、 祭りを守護するためにプラマハはウパクットと呼ばれる伝説上の仏教像を固定、海底の神殿から招き礼をすることがある。この習慣はビルマ、北大、東北大、雲南に広がっている。この層の信仰には仏教思想と精霊信仰の融合が見られる。ビルマには似た名前の水の精霊がいることが知られている。五譜もあり、万難よけ、交通安全の五譜とされる。 さらに、タムクワン、スークワン、東北部、北部儀礼は、態度着のバラモン教と関係があるが、その際には P が召喚される場合がある。また、1956年、エーラーワンホテルの工事中に事故が多発し、作業員が悪霊がいるとして、建設作業を拒否したため、ホテルの経営側が、ヒンドゥーの神ブラフマーを祀るエーラーワンの祠を、お消した後、 工事が順調にはかどったと言われている。この後、多くの場所で、ブラフマーが土地神として悪霊を鎮めるという信仰が広まり、多くのブラフマーの祠が建設されている。人の霊魂に対する考え方には、P の他に、ウィンヤーン、クワンなどの概念があり、P 信仰における資料は、それらの概念の連関の中で語られる。それぞれの概念をまとめると以下のようになる。 仏教によって、輪廻天生の思想が導入されたことから、人が死んで、P になるという信仰は、仏教的な意味合いにおいてはないが、民間信仰である P 信仰においてはよく見られる。資料に関係する P は、P 大法音は、残死者の例、P プライは、三仏死した妊婦の例であり、気象が荒く、少女を取り殺すとされている。例については、 祖父母の霊が死後に融合していくと見る説もあるが、一般的には、資料との関係は否定されている。北大の母系霊、ピープーニャーでは、母系の羊に沿って、代々、霊が受け継がれる形になっており、その際に、先代の資料とは、関係がない。人の霊魂であり、死ぬことにより、肉体から離れる。僧霊の中で肉体からは離す儀礼が行われる。 パーリ語のビナナ、式から来ており、より仏教的な意味合いが強い。転生を行う主体である。基本的には P にはならない。ウィンヤーンは死の直後は P であるとも考えられている。周囲の悪霊から影響を及ぼされ悪霊化しやすい状況にあると考えられている。そのため、儀礼により悪霊化を防ぐ。また、異常死や突然死の場合、死者は悪霊化し、 謹慎に役をもたらすと考えられており、早々儀礼をせずに速やかに塗装される。生きている人間、動物、牛、植物、米、物、車、船、町などに宿るとされる。クワンが抜けたり、弱まったりすると、病気を引き起こす。驚いた時に抜けてしまったりもする。クワンは儀礼によって強化することができる。人間の体の部位に分散して存在するとも、 考えられ一説では32箇所に分類されている。船の場合3箇所に分散しているとされる。ィンヤーンと異なり、資料との関係は薄い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。